はい、ワンタチャンネルです。いつもね、ご視聴いただきありがとうございます。今日はね、2023年7月15日、荒崎でシュノーケル&磯遊びというね、そういうイベントでね、ちょっと11名でね、遊んできました。その動画でございます。どうぞ。ここは風裏なので、大丈夫ですね。ただし、テトラの向こう側は、波が調子悪いです。こっちだね。あと引き潮だな。今完全引いてますということでね、ちょっと風がね結構強かったでございます。ちょっとテトラのね向こう側、左側ですね、あっちはねちょっともし波が立ってたんで、向こうはねちょっと、あんまりね好きじゃないんでね、安全なところということで、この風裏の、波がないね内側です。どちらかというとね、幼稚園の子とかね小学校の子とかが普通に安全にね入れるような海になりますね、こちら側は。また当日はね天気も晴れじゃなくてねカンカン照りじゃなかったんでね、曇りだったんでね、よかったななんて思います。あと水の中はね、まあ、見ていただいても分かるんですけど、あまりね透明度はないですね透明度はないけど、まあね、ね、あ、いるいるとか言ってるけど、よーく見るとねこれ蝶々魚が見えますけど、見えたかな、見えたかな。これサイズもね、子供の手のひらぐらいだから、そこそこね大きめの蝶々魚ですよね。赤ちゃんじゃなかったですね。こういうのが、もうちょっとね透明度がいい綺麗な方で見えると気持ちいいんですけどね。前はテトラポットにね一緒に遊びに行ったね、女性の方がいます。はい。どちらかというとね、ちょっなんだろう、浅め、ここは浅いよね、空スズメが見えてるけど、ここはね本当に浅いところ、岩のねちょっと隠れてるっていうかですね、水面から何だろう50センチぐらいかな。ここでね、このくらいだとそれなりにね明るいんで、まあまあいい感じかなと思うけど、もう少しね透明度が良かったらね嬉しかったんですけど、ということでございますね。まあ見えただけねいいと思う。ここでねちょっと下に、テントの残骸があったんでね、潜って回収をしたと。回収したよとカメラの前でね見せております。はい。その他にね釣りの重りとかもね回収はいたしました。ソラスズメもね、もうちょっとこれ太陽が出てればね、またもうちょっと水面の中もねキラ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 してね、もうちょっと綺麗に見えるのかななんてね思いました。これねなんか、なんだろうね、なんか魚がいたんで追っかけると。ここにもね、一緒に行った方ですね。女性なんでね、そういう、ね、顔を写すとかそういうことはしておりませんので、了解してください。浅いとこでこれって、なんだろう、足入れガチャガチャやるとね、そこに魚集まってくるっていうね、そういうな感じもありますよね。一回出て休憩でございます。休憩の時はね、美味しい、野菜入り、タンメンかな、なんかね、美味しいのね、いただきました。ありがとうございました。いろいろ作っていて、来ていただいてね、女性の方がね、こういう遊びに行った時いるとね、本当、心強いというか、そんな感じでございます。これはね、一緒にね、行った方でございます。この方はね、別に YouTube に俺は映ってもいいよっていうことなんでね、ちょっと前に回ってね、映したりなんかしておりますけど。この間ね、ケラマに行ってきたっていうことでね、もう、ね、もう羨ましい、羨ましい、超羨ましいでございますけど、ね、そんな感じでね、やっぱ綺麗な海にね、入りたいですよね。そういうことでございます。これはね、向かって、最初に入った時はテトラポット側行ったんですけど、
これはテトラポットじゃない、なんだろう、道路側っていうかな、そっち側の割れ目みたいなとこ行ったんですけど、これね、ウニのマンション、すごいよね、これね。もう、どうなってんのっていうほどね、ウニがボコ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 ってね、マンション状態でございました。ね。こういうのなんかね、取ったりするとね、これは捕まっちゃいますのでね、あとウニはトゲがあるからね、気をつけないとね。ということでね、この後、いろいろ魚見えたんですけど、まあ、こんな感じだったということで、終了いたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画はね、良かったよって方、ぜひね、グッドボタンで応援してください。またチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。